大光セイバーパワーアップ。2021年2月仮面ライダーセイバーおもちゃ情報。ごめんなさい、今日も騒動無理です。ショッカー戦闘員ことしょっちゃんです。いや今日もね騒動やろうと思ったんだけど無理だわ。明日も無理だわ。明後日か明後日からやります。今日無理なのはもう分かるでしょう。1ヶ月置いてやっと新アイテムが出ますよっていうね、仮面ライダーのおもちゃ発売情報。こりゃ仕方ないでしょ。騒動も大事だけどおもちゃ情報は見逃せないよねっていうことで、いってみよう。先月1月のおもちゃ発売がなかったので、おもちゃ発売情報なかったんですよね。なのでね、今日は気合を入れていきます。アイテム数は少ないんですが、新たなパワーアップアイテムがね入ってきてますので見ていきましょう。それじゃあまずは2月6日これだ。変身ベルト仮面ライダー最高 X ソードマン完全なりっきりセット、税込み価格9900円。高い高いけど、これね見てわかる通り、変身ベルトデラックス光合剣最高と聖剣最高ドライバー、それから今回新たに追加されましたデラックス X ソードマンワンダーライドブックがセットになっているというものになります。だから高いのわかるもんね。それぐらいねわかりますよね。で、仮面ライダー最高と仮面ライダー最高 X ソードマンの変身なりきり遊びが楽しめます。いや、交互剣最高とか聖剣最高ドライバー持ってるよっていう人、はい、こちらデラックス X ソードマンワンダーライドブック、はい、ワンダーライドブックだけでももちろん発売されます。税込み価格3080円。これならねうわ高っって感じしないよね。当たり前なんだけど。で、先ほどは言わなかったんですけれども、仮面ライダー最高 X ソードマンに変身後バックルのボタンを押すとさらにページが開き、パワフルページっていうらしいんですけれども、それでね、なんと仮面ライダー最高 X ソードマンパワフルってやつに変身するらしいんですよ。そしてワンダフルページっていうのが開くと仮面ライダー最高 X ソードマンワンダフルに変身するっていうんですね。これは一体どういうことっていう感じなんですけれどもね、どういうことって感じ。とにかくね、最高がねパワーアップするっていうことなんですね。今までパワーアップする必要がなかったのか、いや、それとも実はもともとパワーアップできるのにまたなんかもったいぶって出してないのか、その辺はねテレビの放送のお話の中でね分かってくると思うんですけれども、そんな感じで最高がパワーアップします。で、最後2月6日に発売されるものはこちら、ライダーヒーローシリーズ07仮面ライダー最高 X ソードマン。はい、これがね仮面ライダー最高 X ソードマンっていう見た目なんですね。パワフルとワンダフル、どんな感じなのか気になります。てな感じで2月6日は最高祭りです。最高。じゃあ次行きましょう。2月13日です。2月13日も最高。 RKF 仮面ライダー最高最高パーフェクトセット、税込み価格4180円。これはねすごいお買い得だと思う。もう見てわかるでしょ。まあね4000はするけど、それなりのねギュギュッと詰まったものになっております。仮面ライダー最高と最高シャドウのセットに仮面ライダー最高 X ソードマンへのホームチェンジすることができるパーツがついてきます。まずね人型の部分に関してはシャドウがありまして、そのシャドウにパーツを付け替えるっていうことで最高 X ソードマンとか X ソードマンパワフル、 X ソードマンワンダフルっていうのを再現可能。あ、ってことはこれがパワフルかワンダフルのどっちかが、なるほどねっていう感じですね。ああそういうことか、はい、という感じで、まあ、シャドウのボディね、体を中心にいろいろ変えることができるということです。もちろん光合剣最高ついてますのでかっこよく決めちゃってください。ではもうね最後なの、次で最後。2月27日発売、最後だけどねこれがすごい。はい、ドンデラックスプリミティブドラゴンワンダーライトブック、税込み価格3080円。来ました、セイバーパワーアップしますよ。仮面ライダーセイバープリミティブドラゴンに変身します。これがすごい、もうわかります。なんか白い手ががっつりブレイブドラゴンワンダーライドブックをブレイブドラゴンワンダーライドブックがっつり掴んでるみたいな感じの見た目で、プリミティブっていう言葉には古いとか古代のとか昔のみたいな
感じの意味がありまして、こちら見てください、はい、これね多分ブレイブドラゴンワンダーライドブックをセットする前の状態だと思うんですけれども、ここのね音声見てみると、プリミティブドラゴン、イニシエの大いなる竜が本の力をつかみ取る、つかませよ新たなる力、 I wanna get the horse って書いてます。読めた、これで合ってる、英語は苦手なんでね、もうこれぐらいは読めるか、はい、そんな感じです。それがねパタッとしたらもう一回見よう、はい、このねガツンとワンダーライドブックを掴んでいるプリミティブドラゴンのセイバーみたいなやつが見えるっていう、すごいよねこれ、よく考えたよね、若干ホラーっぽい感じするけど、怖い感じするけどね、骸骨の手みたいな、そんな感じするんですが、うーん、これでねセイバーが変身するんです。このね右下のねちょっとちっちゃくて見えるかな、これパッケージなんですけれども、このねプリミティブドラゴンってやつに変身します。そのプリミティブドラゴンが一体どんな感じなのかっていうのを明日ね動画に、ね、したいと思います。分かってることだけになるんですけれども、そちらでねプリミティブドラゴン一体どんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ということで2月27日発売でございます。いや仮面ライダーのねおもちゃはこんな感じです。直眼に関しては今回も入っておりません。あとね関係ないかもしれないんですけど、新しいプリキュア始まるので2月27日はもうプリキュアのおもちゃをね買いに来る人がたくさんね売り場にいるのかなと思いますが、負けずにねプリミティブドラゴン買いましょう。しょっちゃんもねこのプリミティブドラゴンワンダーライドブックは気になる、これはね買おうかなと思います。久しぶりにおもちゃ買います。まだ1ヶ月先なんでね、すごいもう待ちきれないんですけれども、皆さん気合い入れて頑張りましょう。コツコツほら1日100円貯金したら余裕で買えるしね、いいんじゃないですか。わーちょっとなお小遣いがなとかっていう人もいるかもしれないんですけど、1日100円ずつ貯めてったら買えますか、ね、1ヶ月ありますから、ぜひみんなでデラックスプリミティブドラゴンワンダーライドブック手に入れましょう。ということで今日は2021年2月におもちゃ売り場で発売される仮面ライダーセイバーのおもちゃ情報をお伝えしました。最高とセイバーのパワーアップ、とっても楽しみですね。では皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。あーもっとさ本当はさブレイズパワーアップしたりとかさ、ケント復活して、ケントっていうかエスパーダ復活してくれたりとかさ、そういうの期待してるんですけど、これからどうなりますかね。まあエグゼイドの時とかもね、キリアさん死んだけどなんやかんや戻ってきたじゃないですか。そんな感じでねケントもきっと戻ってくると思いますので、もしかするとねここで発表されてないおもちゃこれからね入ってくるかもしれないしね、うん、まあとにかくこれから楽しみってことだ。うん、じゃあ今日はねこの辺だね。もうねこれ以上なんか放っておくとどん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 喋って永遠と喋っちゃうからね、うん、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。